はい、皆様こんにちは。東方ハウス湘南の高橋と申します。本日は海から徒歩3分、お家からもですね、海が望める西小磯の、中古戸建てのご紹介です。皆さんよろしくお願いします。それでは室内の方をご紹介させていただきます。こちら入りますとですね、こちらが、約12畳のリビングになりますね。でこちらのお部屋は居室なんですけども、8畳の同じフローリングを使った内容になってますので、1部屋として使っていただければ20畳の大空間として使用できます。お庭の方も広くあるんですけど、真ん中にですね、このような形のサンルームを設けておりまして、この中がとても日当たりのいい素晴らしい空間になっております。はい、こちらの広いお庭には真ん中にサンルームを挟んでですね、両脇にあのお庭がある形なんですけども、綺麗なね、あの植栽なんかもありまして、プライバシーが保てた静かな空間となっております。はい、それでは2階上がってきました。こちらはですね、あのお部屋の方が3部屋ございますが、全てあのフローリングに張り替えまして綺麗なお部屋となっております。で真ん中のこちらのお部屋なんですけども、真ん中でこう間仕切りができますので、家族構成とか、あとはお客様とかですね、ご命になられた時にはここを間仕切ってもらうと、分けてお部屋の方が使うことができます。あとこちらの奥の方には、大きな収納ウォーキングクローゼットもありますので、たっぷりと、洋服とかをしまっておけることができます。でこちらの方にもですね、南側とは別にですね、これだけの大きなですね、あのルーフバルコニーを設けてますので、ここでも物を干したりとかですね、あのすることができますので十分かと思われます。でこちらの通路奥の方に入ってきますと、またもう一部屋こちらにもありますけども、広く広いあの主寝室として使用することが可能です。はい、でメインの主寝室の先にはですね、南側にこれだけ大きなですね、ルーフバルコニーがあります。ルーフバルコニーからはあの海も望めますので、すごく気分転換にもなるかと思いますので、ゆっくり過ごせると思います。はい、こちらの物件はですね、現地からですね、約歩いて180m、徒歩3分でですね、大磯のですね、あの砂浜に出られる環境となっております。大磯海岸の方ではですね、鎌倉のですね、あの砂浜と違ってですね、とても人が少なくてですね、あのプライバシーを感じられる、とても静かな海でゆっくり過ごせると思います。こちらの物件のお問い合わせは東方ハウス湘南高橋までお問い合わせください。よろしくお願いします。